さあでは行きましょうか。楽しみですよね、マジで。すごい楽しみ。ゆっくりやってこう。なんだか上の方が騒がしいと思ったら、なんじゃお前さんは。これがおじいちゃん？寝た。いいえ。何を聞きたいんだ。あ、そういうことなん？ダンジョン。さまざまな地形があってな。まあ大体わかるけどね。モンスタールール的なことを言ってくれるのか。知ってんのよね。封印の罠ってなんや。封印の罠。武器や指輪などを封印される。封印されたアイテムは名前が赤くなって特殊な能力が使えなくなる。呪われじゃなくて封印か。封印されてしまったアイテムを元に戻すには使い続けるしかない。はあ、なるほど。使い続けたら解除されるのか。では、立ち去るがええ。小さなメダル。え？小さなメダルあんの？え？集めたらなんかもらえんのかな？え？あ、ちょっと待って。これ途中やん。ほら。これ途中やわ。ええー！何階の地下道へ進みます。行こうか。あ、そういうことなんや。ていうか、小さなメダル、これ。でも、集めても別にな。おい、ちょ、待て、装備。なんで一回一回装備外れんの、これ。そういう仕様か。これもちょっと注意した方がいいっすね。開幕折り際危ないな。しかもまたパンもらってるやん。盗んできてんじゃん。絶対盗んできてるやん。ですよね。あの、おじじのところから盗んできたよね。音めっちゃ静かやな。うわ、強っ。ちょっと待って、鬼面同士強いぞ。あ、水が来たな。え、ちょっと待って、強いぞ。一旦ごめん。イネス一旦ごめんよ。いや、まあ、ホイミ唱えてほしいんですけど、何回使えるとか、そういうのに、あと一回よ、みたいなこと言いよるからな。イオとかも回復してる可能性がありますよ。別ダンジョン扱いなわけやから、装備をしてなかったわけですよ。装備が外れてしまったわけよ。だから、逆に言うとイオが復活してる可能性は大いにある。バシルーラ。え？あいつはイネスを一人にすると、イネスがイネスになりよる可能性。これバシルーラの杖じゃない？バシルーラは試練でいうところのワープの杖的な、ですね。イネス、大丈夫かな？やばい。ちょっと待って。罠踏むよりかはもう安全に行こう、安全に。いや、結構食らうんすよ。ホイミの杖な。ちょっと待って、大丈夫？ああ、回復してるね。まあまあまあ。バシルーラはまあまあ、持ってってもいいか。持ちすぎやねんな。いらんもんはちょっと置いてこうか。毒血草飲む、火炎草飲む。飲んだ場合、5ですね。最新の試練はね、2しか回復しないんですけど、ちゃんと5回復します。満腹度ね。あと、階層も1階からになってる。ややこしいな。なるほど。ただ、武器とか盾とかが全然落ちてないから、これ、仮にやけど、ノラで行ってなかった場合、ちょっと苦しかったんじゃないかな。あの、ノラ洞窟行って、これ、木の盾と銅の剣取ってきてよかったね、ですよね。イネス！いや、強くなったよ。イネス！飛ばされイネス。慎重に慎重に。よっしゃー！イネス！いいね。あれ？アイテム、なんか、アイテム出てない。あれ？あ、ちゃちゃちゃ、自分で置いたんでした。
ホイミの杖ね。どうしよう、もう一個ぐらいレベル上げるか。足踏みしてるようでしてない、できてんのかな、これ足踏みしてるんかな、してるはずですけど。イネスの目いってるなマジで。大丈夫かイネス。あ、いってるいってるいってる、よかった。イネスの目がもうガチでいってるんですよ、怖いわ。おら、いやー結構食らうし回復が遅いし、イネスを相当利用しないとこれ今後苦しそうだ。イネスまで、イネスまでこう、ま、巻き込んで、てかイネスの方にこう誘導してバシッとしばくという形やね。いきましょう、南海の地下道2階。いつになく私慎重です、やっぱ知らないものはね。お、何やお前は、何やお前は、何やお前は、ついよー、やねんこいつ。イネス、イを打ちたいけどな。こう近寄ってこない絶妙な距離を保つタイプな。大丈夫イネス、これ死ぬんじゃ。イネス、イネス、あんまり無茶したら、ちょっとイネス、ちょっと待って、いや、イネスがやばい、イネスがやばい、イネス、いや、やばいやばい、絶対やばい。自分で、ホイミとか考えられる女かな、イネスって。ホイミするとか。怖い、怖い、イネスが。ちょっと、これは帰ってきませんね。あ、イネス、バシルーラされた。よし、よし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 。ちょ、もう！いや、マジや、こいつ、クソ女やな。ちょっと待ってよ。じゃ、やったっから、ホイミの杖やったっから。ふざけんな、マジで。帰ってこいや。じゃ、またファーラット地獄なるよ。あ、イネス来た。回復してる。なんやねん。杞憂やんけ。なんやねん、マジで。クソ、ファーラットも腹立つし、もう。あっち行った方がいいかな。鬼面はどっかでうろついてる。こいつかな。レベルも上がらんし、なんかぬるい戦い続いてるな。これでいいのかわからないですけど。まあ、割と慎重にはいってるけど、ちょっとイネスが危なかった。おい。イネス大丈夫？なんだこの野郎、なんなんだこの野郎。よしよしよし。でイネスのレベルが上がっていれば、まあ、あっ、アップ、あぶいあぶい。イネス合流してあっち見に行こうか。いや、もっと武器とかさ、もう少しロマネスク的なものはないのか。なんか合成の壺とか多分まだ出ないでしょうけどね。いや、めんどくせえやっちゃな。イネスやれ。これ先階段行っちゃってさ、イネスがコネスの状態になるのも嫌やしね。イネスちゃんと来るんかな、その階段ほっといていった場合。めっちゃイネスやっとるわ。でも強なっとるから多分やれてるんやと思いますよ。トルネコがクソ弱え。落としよった、バシルーラでしょうね。まあいらんでしょう。62か。
全然余裕っぽいっすね。全然トルネコより強いからね、普通に現段階。もう火力も下手しい強いんじゃない。ただその人ソロにした時に魔法は多分使わない感じなのかなと推察されますよね。やれー、ナイス。あと1回とかは言いよらへん。銅の剣来た。結局銅の剣なんよな。結局銅の剣なのよね。プライチとかないのよね。素早さの種か。まあ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 、ダメージでかいやつと出会ったらちょっとやばいですもんね。回復しながらも自利品になる可能性はあるけど、まあそれでもいらんちゃいらんな。うん、何もなし。カクカクしてる動きはすごくカクカク。このカクカクになれるまで時間かかりそうです僕。あーなるほど、隣接しなくても室内で歩いている場合だと起こしてしまうこともあるっぽいですね。うん、まあでも順調に来てるし、レベルも上がったし、ちょっと幸せの種使おうか。よし、まあイネスに投げてあげてもよかったような気もするんですが、さあ南海の地下道4。おっとバブルスライムや、めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。倍速2回攻撃あかんやん、毒食らってんやん。ほんでオッケー、ゴー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 。毒の使用もなんか違う感じやったな今。毒が消え去り力が回復したみたいな。試練だと毒を食らったら力が減るだけで別に毒状態みたいなのはなかったんで、毒状態っていう状態がありそうですね。ちゃんと確認すればよかった。まあすぐにまたかかるでしょうから、その時確認しましょう。バブルスライムからダメージ食らった時の確率でってことですよね。じゃあこいつらイオやったろか。うわっホイミの杖、何しとんねん。何をしとんじゃん、ほら。やっ、ぷな、やめろや。へえ、そういうことやってくんの。オッケー。まあ、一応、イネス、キアリーもできますんで。これで終わりか。なんか経験値は結構もらえた感じやけどね、バブルスライム。敵少ないですよね。ファーラット的な。なんで見えてんねん、ファーラット。ほら。なんで俺が見えてんだっつんだよ、バカ野郎が。毒。毒受けたよ。これで今、どういう状態になってるんだ？ちょっとでも減ってたらイコールこれは毒を受けてるよという体なのか。ちなみに回復のツボは毒は回復しない。なるほどね。前やと力も回復、毒受けた。どんどん毒受けるやん。で呪文キアリー、ありがとうございます。もう少しでも1でも減ってたらそれは毒を受けているという状態だということですね。よくわかりました。オッケー。レベル上がらんな。行こうか。OK。
結構5回まで来たぞ。なんやかんやで結構来ましたよ。鉄火の種、アストロン的な感じやね、になるってことですよね。ゴースト、まあ、特殊な能力のやつがやっぱり基本は危ないと思うんですけど、その辺もちょっと初見殺しな部分があるんで勉強していかないとなんともって感じっすね。ダンジョンの形状とかもちょっと独特なんで、これもやっぱ慣れていかないとダメですね。イネス、よしよしよし、イネスレベル8。いや見た見た見た、すごいな。おっと、なんかおったぞ今。今、おった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 、あれ透けてる時は攻撃入らんよと。イネスナイス。14くらっとんのか。まあでも壁のところでイネスを放置すると、あの死神と勝ち合ったら無限地獄に陥りよる可能性はあるなあ。あ、幽霊強っ、火力高い幽霊、え、めっちゃ強かった。21食らったんやけど、分からんのよね正直。その現状武器が出てなさすぎるぜ、盾が出てなさすぎるぜ今回なのか、これでも恵まれている方なのか、全く見当がつかなくてですね。わ、おるぞ。いやーもうほれ、これ一番あかんやん。イネス、ほら一番あかん、言うてたやつ言うてたやつ言うてたやつなったやん。いや、うっとし、そう。パコレプと同じ動きやな。そういうことね。いったー。めちゃくちゃ食らう。20食らうのか。きつい。いや、しんどくなってきました、めっちゃ。メンタル的にもしんどい。はい、なんだか嫌な感じがするわ。トルネコさん気をつけて。今度のモンスターは今までいたのより邪悪なオーラが強い気がするの。そろそろこのダンジョンの出口も近いように思うんですけど、油断できませんわ。今度のモンスターは強い、強いやつがうろついとる？ボス的なこと？それともこのモンスター、この階層のモンスターが強いってこと？ちょっとすいません、よくわからないですね。キラースコップはさっきもおったじゃないですか。あれおらんかった？上位なのか？ん？なんかなんかなってない？なんてなんて、 5？5 ってなってない？寝てる。やばない？やばい！ちょっと、あぶっ、あぶっ、あぶっ、ゴーってついてるやつ強いんやわ。何がゴーなんや、レベル5とかそういうことなのか。寝てもたし、あぶねー。あの睡眠罠の恐怖久しぶりに味わったぜ。あれ怖いのよ、通路で出会いたくないから。こいつはちょっといなして、近づいてくるのを待ちますか。これ足踏みができているん、できてるはずなんですけど、足踏みしてるように見えないのと、お化けが全然来ないんです。え、おったよね、何しとんねん。まあまあ気持ちはわかるけどな、あそこいたら絶対負けへんからね、こいつはね。オッケーオッケー。さっきの大木槌のことを言っとったんやろね、多分。あの数字がついてるやつが一匹おるよっていう。これ5やな。いや、強いな。めちゃくちゃ強え。え？地中に潜って逃げたやって。
そんなことできるんですか。来よったぞ。こいつどうやって倒す？火炎草で行こうか。うりゃー。なんこいつらマジで。しゃあ、マドハンドはいつも群れ取るわけね。オッケーオッケー。あのゴーのやつだけ要警戒やな。危ない。ゴーか。ゴーを普通に殴り殺したいね。投げるものとかは特にないし、イネスと二人で殴るか。よっしゃ、よーしよ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 し、いい経験値。まぁ、ちょっとレベル上げとかはできるかもしれませんけどね。多分次のフロアがラストでしょう。今までの経験上、ここがラストやと思います、7階が。今までの経験上ね。ほら。一応でも見ようか。クリアはしたよ。ちょっと、なんでちょっと離れてんの。いや、よし、まあ5は来るやろな。ここもあの5を最後しのぎ切ってクリアしてくださいってことでしょうね。ただまあイオは効くので、あかんあかん。もうナイス。存分に戦うがいい。くさ、マドハンド、イオやっても全部地中に潜りおるからな。地道に倒すしかない。食らいながら、食らったりアイテム盗まれたりしながら、なんか経験値もしょぼいんですよね。ちょっと回復しとこうか。イネスを盾にして回復。ナイスー。こっちを狙ってきよる場合は楽ですね。さあレベルは上がったんだけども、この形ですよ。で絶対こっち来るもんな。おら、ふぅー、つえつえ。オッケー。ちょっともう満腹度が危ない。ティリーン、こういうことね。数ターン鉄になって何も受け付けなくなるということですよね。理解しました。クリアしてしまおうか。ちょっとパンもったいないような気もするので、火炎草ぶち込んで、アイテムなし、あとに間に合わへんか。パンがもったいない気がするけど、どれぐらい金縛られるんやろこれ。結局や、合分って感じか。よし、ちょっとイネス大丈夫ね。オッケー、クリア。よしよしよし、まあまあだいぶ慎重にいったけど、ん、この先はダンジョン何階の地下道へ戻ります。いや戻らない。戻ることもできんの、何これ。俺は伝説の武器シャドウブレイクを探して旅をしている。何でもその剣を振りかざせば目に見えない敵に究極のダメージを与えられるらしい。
シャドーブレイク。ほう。どうなってんのこの地形がよくわからない。これ、なんなんやろこの場所が。この場所は一体何なんだ？ここは深い深い海の底、あの眩しい太陽の光も私たちのところまでは届きません。でももし海流の灯台に神の炎が灯ったならば、きっとこの海底までもが聖なる光で満たされるでしょう。これなんか続きいけそうな感じやな。いや、ちょっと待って、店とかさ、ちょっとなんかありそうやん。倉庫を準備中です。え、ちょっと待って、倉庫を準備中です。ちょっとお待ちください。倉庫お使いになりますか。倉庫に入れる。回復の倉庫へ。洗濯はできない感じやな、マジで。じゃ回復の壺2つほど入れておきました。この店は向かいに住んでるばあさん一人でやってるから昼間しか空いてないぜ。私はこの海の底が聖なる光で満たされる時をもう何年も待ち続けています。とりあえずそこの店が開くまで私の手持ちの商品で商売させてもらいますよ。おう、とりあえずホイミ選べる？選べへん。これはマジで調べなあかんっすね、選択の仕方を。3を打って今250やけど、4を打っても250だよね。あんまり差がない感じやな。あとやっぱりまた外しとるね、これね。買う。何売ってるか。オーシャンロッド。ほう。買えるんやけどな。オーシャンロッド、なんやこれ。多分、字面からして水系の敵にダメージを与える感じかな。水系モンスターにより大きな攻撃、大きなダメージを与えるぞ。強さ5、因数3になってるね。青銅盾買おう。オーシャンロッドも欲しいけど、パンと、あとはまあまあまあ保存は買ってもいいかなって感じはしますよね。あんまり落ちてないからさ、こんなに落ちてないかっていうぐらい落ちてないっすもんね。あと初めてプライチが来たね。よし、木の盾は売ってしまおうか。このおばあちゃんの店の方が品揃えがいいっていうことなんでしょうね、多分。ちょっと待って、結構高い。よし、まあこんなもんでしょう。おばあちゃんすやすや。壁には地図が描かれている。しかしこの場所は地図には描かれていないようだ。あ、この辺なんや。へえ、反応してるな。来た、小さなメダル。上にもベッドがあるぞ。教会や。お祈りをする。あ、一応、でもこの冒険の書っていうのがようわからんねんな。普通はトルネコってやり直せないじゃないですか。一休みされますか。休みたくなったらいつでもお越しください。休みたくなったらいつでもお越しください。ルーラ。トルネコの今のステータスは出ないのか。休むとはどういうことなのだ。だって HP もクソも出ない、表示がないので。パンを手に入れた。はあはあ。え、毎回パンくれんのかな、これ。くれへんのかい。やることはこんだけっぽい。さらに進むでよろしいか。ああ、いやいやいや、これや。
この先はダンジョン珊瑚礁の神殿広間へ進みます。よろしいでしょうか。はい、 OK。 じゃあ次回はここからスタートしたいと思います。